はい、こんにちは。札幌占い美容室早山かしのもとです。今日はカラーをメインとしてやっていきたいと思います。どんな感じですかね、やりたい感じは。お、結構ほとんど、モデルさん選ばれてるやつがブリーチしてるカラーのスタイルになるんですね。なので、矯正かけてらっしゃるんですね。はい、縮毛矯正をかけてらっしゃって、まあ、今後矯正をまだ続けていくので髪を傷ませたくないっていうことがあるんですよね。で、ブリーチがちょっと NG というか、まあ、今後考えてもブリーチをしたくないということで、ブリーチをしないで、トーンを上げたいというか明るめの、まあ、今見せていただいたような、あの2プロセスでやってるようなカラーをちょっとやっていきたいということなので、今日は1回でブリーチをしないでやっていけるカラーを、やっていきたいと思います。それでなるべく明るく希望のカラーになるようにちょっとやっていきたいと思います。では始めていきます。はい、今回のカラーは、アプリエ使います。こういうのアプリエを使っていきますね。1回ワンメイクでやっていくにはやはりこちらアプリエのハイトーンを使っていかないとダメなので、今回は BA の13、こちらプロマスターの BA の13と15、1対1で混ぜて、それにですね、僕はこれ自分的な好みで、このイゴラさんの、ピクサムっていう F ですね、このバイオレットがかなり気に入っているんで、ラベンダーアッシュ使わないであえて、LA ですね、ラベンダーアッシュってプロマスターの LA を使わないで、ちょっとこちらのイゴラのロイヤルピクサム F の方の、CPV11 ってやつがあるんですけど、こちらを混ぜてます。はい、ベースには BA がの15でいこうと思ったけど、15がちょっと少ししかなかったんで13ちょっと使ってます。はい、プロマスター15と13混ぜて1対1混ぜたのに、これもその量に対して1対1で、CPV11 イゴラの混ぜております。それに、こちらのアプリエのこの過炭酸ナトリウムですね、こちらを 10% 一液に対して 10% 入れて、乳剤を入れました。はい、このような感じで今作っております。乳液はアプリエの乳液を使ってます。 6% です。で、この状態でまずあのカラー入っていこうと思うんですが、やはりですね、ワンメイクでやっていくので、モデルさんの希望を出すにはやはりかなり塗布量が必要かと思います。あと根元の、塗り分けのグラデーション具合だったりとかが結構必要になってくると思うんで、今日はまた 裏技というか、こちらの、根元をね、締める可能性がありますから、こちらを使っていきます。ジャンボフォームで塗りますね。はい、これで、フォームをこうスライドさせながら塗っていきます。はい、はい、いいですか。はい、ということで、後ろから塗ろうかな。後ろ見えないんだ、後ろ。ああ。だね。これがずれるぞ。まあ、なんとなくそこで見えてるから。これで塗ると早いんですよ、これ。これで塗ると、どういうことが起きるかと言いますと、早いのと、根元から、なんか、根元染みない。早い。塗ります。はい、塗布量が多く塗れる。ちょっとつきますけど、ただ普通にハケで塗るとやっぱパネルでついちゃうんで、パネルでつくってどういうことかっていうと、ハケで塗るとベタってこうラインが出すぎちゃうんで、伸びてきた時不自然なんですね。だから僕はこのリングフォームで、結構塗るんですよね。細かい筋ができるんで、なんかブリーチなくてメッシュみたく塗れるんですよ。まあ極端なこと言うと。なのでこれを使うことができます。はい、ちょっと後ろ見えないんだね。結構このスピード見ててほしいんですけど、めちゃくちゃ速く塗れるので、まず僕の場合は1回つけちゃいます。まあ縦スラでも何でもいいんですけど、1回つけてから綺麗にしていくっていうのがやり方なので、
回つけて、今根元染みてないですよね、はい、ついてないんで、ね、やっていくと根元も染みませんし、綺麗に染まりやすいです。でちょっと根元の中の方が濡れてなかったとしたら、コームワープって言ってちょっとコームを動かします。そうすることによって、塗布量がちょっとこう均等になるんですね。こういう風にすることによって、まあ、それはね後でちょっとずつやっていくので、とりあえず一回つけちゃおうっていうやり方です。で、この辺はねちょっと顔周り繊細にやっていくんですけど、パネル基本的に下から塗っていくんですよね。で、だいたい3センチぐらいの幅を取って止めていきます。このような感じで、リタッチの時もね、例えばこういう風に綺麗にリタッチができますので、今日はリタッチじゃないんですけど、このような感じで、塗っていきます。なんでまあ早く薬をためながら塗れる方法かと思います。で結構ジャンボコーム使ったカラー以外もいろんな手術方法っていうののアップロードアップしてるんで、 YouTube を過去の YouTube 900本ぐらいあるんで、いろいろちょっと皆さん見てください。すごいじゃん、900本ってやばくないですか。すごい変態ですよね。でももうちょっとね900本やばいよね。ちょっとどっかで一回やめよう。最近 YouTube のおかげかわからないですけど、僕ヘナジェルっていうのを作ってまして、何に話してるかわかんないですけど、カメラに話してるのか私に話してるのか、今はカメラじゃないです。一緒にトリートメントの商品があって、ヘナの北海道の富良野とかあるんですよ。富良野とあと北見の匂い、ハッカーとか北海道のお水使ったりして、紙にトリートメント作ってるんですよね。ヘナの僕が作ってるんですけど、それが結構最近かなりヒットし始めてですね、美容室で扱ってる、北海道以外の美容室で扱ってくれてる方ちょっと増えてきて、そうなんですよ、北海道のいいものがだんだん広まってきてるのがすごく嬉しいです。で喋ってるうちにもう結構塗り終わっちゃうかなって感じですね。塗布量が少ないとあんまり染まらないので、ちょっと多めに作りましたね。200いかないぐらいですけどね、2液合わせてそれぐらい作ってるんで、ちょっとたっぷり塗ってリフト力上げようかなと。今染みてないですよね。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、あ、そう、これモデルさん多分何色やられてるか分かんないと思うんですけど、最初見させていただいたやつで、アッシュ系っていう色がちょっとグレーっぽい色に少し紫なんでパープルをちょっと薄く混ぜてる感じなんですよ。なのでベージュっぽい、ちょっとうっすらパープルがかってるかなぐらいの感じで一応やっております。はい、そういう感じの色を今日は選択してやってます。勝手にやってますけど。はい、もう塗り終わったんですけど、ここからネープの方から綺麗に、薬剤の量をこう溜めながらですね、やってるような感じです。今根元もリンクコームで塗ってるんでついてないんで、全く染みてないです、はい、大丈夫ですか、はい、っていうような染みてないので、やっぱこう染めちゃうとね、特にパウダー入れてるんでブリーチじゃないですけど、パウダーをあんまりつけちゃうと結構しつこく残っちゃうんで、流すとき分かると思うんですけど、結構アルカリなのか、アルカリじゃない、結構ぬるぬるするんですよね、流すときにね。なんであんまり頭皮とかつけない方がいいと思います。染みますし、なんでなるべく頭皮を外しながらやっていくのがベストかなと思います。はい、これからちょっと根元の方、まだ薬ちょっと残ってるんで、しっかり溜めていきたいと思います。
はい、今日、はい、今日も撮影が終わりました、なんとか明るく染まったんではないかなと思います。大丈夫ですか？はい、はい、ということで、また皆さん、ハイヤマカチの動画の方を見ていただいて、シェアとかいいねしていただければもっと頑張りますので。ちなみにですね、今900本ぐらい動画があるので、過去の動画を、ちょっと振り返って見てみるのも面白いと思いますので、ちょっと遡っていってもらってもいいんではないかなと思います。はい、では今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。